それでは今日も元気に身で強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのウッチです。よろしくお願いします。お願いします。今日のテーマはバックハンドに速いシュートボールで攻められた時の対処法。今回国民体育大会、国体ですね。国体ですね。ウッチが北海道代表として戦ってきて全国3位になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当会場にもいろんな人が応援に来ていただいて、本当に本当に本当にありがとうございました、ね、どこに行ってもアウェー感がなくなってきましたね。そうですね、はい、ちょうど僕親も来てたんですけど、お塾長とあんたにそんな人気なのみたいな、ね、ありがたいことにっていうことで生の状態が見れます、ね、現地に行くとそんな人並ぶんだみたいな。そう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 、サイン書いてくださいもね、はい、行列がもうできてましたから声かけてくれて嬉しかったです、はい、これからもいろんな会場に行くんでね、はい、ぜひその時は声かけていただければなと思うんですけど、はい、国体とか国体だけに関わらずですね、全国大会でトップレベル、少し上のレベルになってた時、はい、まあ、全国だけじゃないですね、県とか北海道とかもそうなんですけど、やっぱり強いレベルになってくると相手の弱いところを攻めるっていうことを徹底してやってくるんですよね。そうですね。どこか弱いところがないかっていうことを常に上手い選手たちっていうのは探しながらゲームを進めてってるじゃないですか。ってなった時にやっぱり一つ最初にみんな狙うのはバックですよね。バックの対処がどれだけできてるかっていうのはかなり見るポイントの一つになりますし、バックに速いシュートを打った時に差し込まれてるような感じがあるんであれば、そこは結構狙いどころになってくるじゃないですか。だけどバックにバーンっていったのをバカーンって返ってくると、この選手バック強えなってなるんで、どこ攻めていいかってなりますよね。で、上のレベルになるとそれが結構普通になってる。例えば船水隼人選手にしろ、内本選手にしろ、レベルの高い選手たちってバック苦手っていう意識は多分ないと思うんですよね。フォアもバックも同等に打てるっていう中でゲームをしているので、この視聴者の中の皆さんもフォアが得意な方の方がどちらかというと多いと思うんですけど、バックは返せるよっていうレベルの人も結構いると思うし、指導されてる方たちもそこそこ打てるレベルまではできてるんだけど、じゃあ攻められたボールをさらにこう攻めるようなボールを打てるところまではなかなか難しいし、どうやって教えていくかわからないっていう方も非常に多いんじゃないかなと思うんですよね。チームコーチの試合、僕も国体トレーナーでついてってずっと見たんですけど、やっぱバックが上手なんですよ。バックに攻められてもちゃんと深いボールで速いシュートで返すんで、そのコツっていうのもなかなかできる人じゃないと教えれないのかなと思うんで、それができる人っていうのは結構全国でも限られてくるんじゃないかなと思いましたので、今回のチェミコーチにバックなんであんな速いボールで攻められた時もしっかりこう返せてるのかなっていうところを聞いてみたくてです、はい、このテーマにさせてもらいましたので、ぜひ視聴者の皆さんも参考にしてみてください。で、早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。僕たち今日着ているかっこいいですね、この T シャツね。これね、何かっていうとマークスって僕らのブランド、オリジナルブランド、マークス、これウッチーが考えてくれたんですね。と、M ベースさんって福岡にある武藤さんという方がですね、経営されているテニスショップがあるんですけど、ご存知の方も結構多いんじゃないかなと思うんですが、M ベースとマークスのコラボですね、を今回させていただきまして、結構、ね、おしゃれな感じの T シャツを今回コラボで作成しましたので、いいなって、同じやつ着たいなって方は、色は2色です。僕が着ている黒と、うちが着ている白の2色展開になっていまして、サイズは S、M、L、XL の4サイズで展開しておりますので、ご興味ある方はですね、番組下概要欄の方からチェックして、ネットでも注文して送ることができますので、チェックしてください。これ50着限定なんですよね。そうです。早い者勝ちだ。その通り。今回限定でしか作ってないので、また次作る予定もまだ決まってないので、欲しいって方はお早めにサイズがなくなる前に注文してみてください。はい、それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではバックにですね、攻められた時の対応方法についてお伝えをしていきたいと思います。今回お伝えするのは、前に踏み込んでですね、ライジングでバックをさばくというやり方をお伝えしていきたいと思います。で、やっぱりこうバックに打たれて深いボールが来たってなると、大体多くの人はですね、後ろ体重になってロブしか打てないよとか、面が開いてスライスにしかならないよっていう感じになってしまって、甘いボールが行って相手勢に取られる、ミスをしてしまうっていうことがですね、結構多くあります。なのでここで下がるんではなくて、深いボールに対して自分が前に踏み込んで壁になりて、ライジングでさばいていくっていう対応方法もあるので、今回はそれを実際にやっていきたいと思います。まずはこんな感じなんだよということを一本内から見せていきたいと思うので、まずご覧ください。
今みたいなですね、感じになります。なんでこの踏み込むのがいいのかっていう説明なんですが、基本皆さんベースラインの後ろに立っているのがほとんどだと思います。まあ、レシーブって後とかで前にいる場面はあると思うんですが、基本的にストローク打つぞってなった時にはベースラインより後ろにいます。なのでベースラインギリギリにボールが飛んできたとしてもベースラインより後ろにいるので踏み込むっていうことはできるはずなんですよね。やはりボールを飛ばすって考えた時に後ろに体重が逃げながら打つのと前に行きながら打つのとではボールの反発が大きく変わってきます。やはり前に踏み込んだ方がボールは反発してくれます。なので前に踏み込んで壁を作るっていうところでですね、やっていければと思います。この練習ですね、いきなりこれをやるっていうのは結構難しいかなと思うので、練習をですね、2つ紹介してこれをやってからこの練習というところをやっていきたいと思います。僕とウッチーが来ている見て強くなるソフトテニス塾のオリジナルブランドマークスの T シャツとパーカー、一緒に着てテニスをしてみませんか？詳細は番組下概要欄からチェックしてみてください。ではまずライジングで打つっていう時には自分の打点にしっかり入るっていうところが大事になってくるので、まずその打点に入る練習からやっていきたいと思います。打点っていうのは足がクローズで前に踏み込んだ時の右足よりも少し前、ここが打点になります。なのでここでラケットを固定してボールを出してもらったのをここでライジングでパパンと当てるっていう、真ん中にしっかり当てるっていう練習をやっていきます。これをやるときにネットを越えてボールを入れようとかしなくてまだ大丈夫です。大事なのはしっかり真ん中に当てる、ライジングで真ん中に当てるっていうのをちょっと意識してやっていきます。ではこんな感じです、やってみます。お願いします。今みたいな感じでライジングでパンと当ててあげるっていうものになります。でこれをやるときに大事なのは肩を入れて横を向いた状態で真ん中に当てるっていうことです。足元来たからといってオープンで当ててしまうと実際にボール打つことができないので、クローズで前で当てるっていうのをちょっと意識してやってみてください。これができたら次はラケットを先に地面につけておいて、この状態から上に今ので当てる、ラケットを下に構えておいてそこから今真ん中に当てたリズム、そのまま上にラケットをポポン振ってあげるっていうのをちょっとやっていきたいと思います。お願いします。でさっき言った肩を閉じるっていうのももちろんなのですが、肩が開いてしまうとどうなるのかっていうちょっと失敗でもですねやっていきたいと思います。正面を向いてしまうと詰まってネットしてしまったり、面が開くので自分がまっすぐ狙ってたとしても左に切れていってしまう、スライスになってしまうっていうところで自分の思った通りにボールのコントロールっていうのができなくなってしまいます。ですのでしっかり肩を入れてパパンとさばくっていうのをやってあげると自然とですねドライブを意識しなくても下から横を向いて前で上に振ってあげる、
これですね、この意識をすることで自然にドライブがかかって入りやすいボールになりますので、これをやってから次ですねベースラインでスイングはするんですが、最終的にはこの下に来るっていうのは変わらないです。ここから下にライジングで合わせにいってパターン、最終的に地面につけて打ってたこの形にここからではあるんですが同じ形になって打つっていうだけで構えの位置が変わるんですが、ラケットの軌道は同じなのでそれを意識してやるとベースラインでも前に踏み込んでパターンとですね相手のボールをさばけるようになりますので、ぜひやってみてください。おい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 ついな。おい。おい。こうなっちゃう。はい、おい。おい。おい。今10球打ってもらったんですけど、打点が近いところになるとラケットが外から出にくくなって、こうしても中から出てくるようになるとスライス目であったりちょっと抜けちゃったりとかあるので、打点をもう少し離して横に打つと横でかけるので、ちょっとボールの距離感とか意識してやってください。なるほどなるほど。はい。あ、そうっす。おい。あ、そうそうそう。おい。おい。あ、そうっす。はい、ダンク。お、はい、ダンク。めっちゃ楽っすよね。ダンク。力が勝手に入りやすい。はい、ダンク。いいボール。はい、ダンク。あ、ちょっと。はい、ダンク。お、めっちゃいい。はい、ダンク。少し癖が。そうです。はい、ダンク。オッケー。近づか。はい。はい、ラスト。はい、ダンもう一丁ラスト。はい、ダンおーい、チュンコーチ、ありがとうございました。ありがとうございました。今回はですね、バックで速い球で攻められた時の対処法としてですね、下がって打つんではなくオフェンシブに、はい、速い球に対して踏み込んでいくってですね、またちょっとこうワンランク上の技術を紹介してもらいました。多分こういう話をすると難しすぎるという方もですね、はい、いると思いますし、 YouTube のコメント欄で見るんですけど、それはうちの教えてる学校の生徒にはちょっとレベルが高すぎてできないみたいな感じのコメントをたまに見るんですよね。でもちろんその子のレベルに合った指導技術っていうのはあると思うんですけど、上を見せておくっていうのはまたいいことだと思いますし、できないことにチャレンジしていくことに楽しさもあると思うんで、もちろん今のは難しいですよ。だけどできるようになったら幅が広がりますよね。選手としての幅が広がるし、いろんな球に対応できる選手になるためにはいろんなテンポで打てる方が絶対にいいので、ジュンコーチやっぱり見てるとライジング上手いですよね。ありがとうございます。練習しましたね、かなり。めちゃくちゃ練習してました。そうです、はい、でそれが多分今に生きてるので、やっぱ普通のバウンドしてきて頂点で打つ練習ってみんなしてるんですけど、この頂点に行くまでの途中で打つパッパンっていうテンポで打つ練習ってあんまりみんなしてないけど、試合の中って意外とそのテンポで打たざるを得ない時っていっぱいあるじゃないですか。ボール速くなってくると下がれないですからね。そうそうそう、下がる暇もないし、前衛とかだってローボレーしようと思っててもやっぱこの辺に落ちることってあるんで、ローボレー取りに行ったけどワンバンでパッパンって処理しなきゃいけない時とか絶対あるんで、それができないとミスになるじゃないですか、はい、やっぱりこの見て強くなるソフトテニス塾とか YouTube のいいところって自分が知らない世界を教えてもらえる。無理だなって思っちゃうと無理なんですよ。本当にその通りやってみようって思ってほしい。難しそうだ、でもやってみたいって思ってほしいですね。だから指導者の方がこれうちの選手無理だよって思ったら、選手はもっと無理になっちゃうんでもったいないなって思うから、難しそうだけどちょっとやらせてみようかって思ってくれたらすごくね嬉しいなって思うんで、ぜひ今回の技術も挑戦してみてください。見て強くなるソフトテニス塾ではテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信してますので、まだチャンネル登録してなかったよという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それから今回の動画すごく参考になった、また見てみたいと思った方はいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんの普段の悩みやリクエストコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。
新時代のサーブ革命やっていきたいと思います。グリップの握り方は2通りあると考えてください。この状態で上半身を使ってボールを投げる。